もっと早くに止めるべきだった。サロンに恋愛を持ち込むことを早くに止めてたら。何やってんの。あら、人の恋路を邪魔するものじゃないわよ。なんであんたが黒いつつけてんだよ。ごめん、私陽子さんとシベスター組みたい。スミカ、クロイツ外して。でも違った。じゃあこれでお別れね。楽しかったわね。護衛道は本業の都合ってやつでリーベを辞めた。サイオンジさんもシュベスターも全部簡単に捨てていった。本気だったのはサイオンジさんの方だけだった。見放されたサイオンジさんはそれ以上サロンを続けられなかった。